エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は、壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねえんだ。そうか。何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。ライナー、やるんだな今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！無駄なあがきだ。
1は？周囲を警戒しろ！巨人を呼んだぞ！周囲に他の巨人は見当たりません！上だ！避けろー！